を旅する49歳ルイフです、今ノルウェーのベルゲンに来てます。それではベルゲン編スタート。来ました。うわー、なんかすげーぞ、なんだかすげーぞ。せっかくなんで歩こうか。思ったよりね、寒くない、激寒。これマイナス8度とか予想してたんだけど、そんなことはなくて、これむしろどうだ、5度ぐらいありそうな気がするけどね。ベルゲンはね、ノルウェーの第二の、都市です。イエーイ、めっちゃ綺麗。なんだなんだなんだ、チーズ。こっちはね、チーズがうまいんだよね。着いたー。あー、着いたぜ。こんな感じで、おー、なんか山があっていいなこれ。あ、しかもすぐそこだなこれ、もしかしたら。このうわー、いい場所だわこれ。ここはね、マジックホテルといって、そんなね高くないです。うん、でもまあ、あの豪華ではないけど、床とかね、おしゃれな感じで、全然僕はこれぐらい。おー、わー、アメイジング、アメイジングカラー、カラフル。よし、いいねこれ、床、これ珍しいなこれ。十分な仕様でございます。ここでね、ネコロブも。よーし、よし、それでは酒でも飲むか。よし、お祝いのハンサーで乾杯したいと思います。ハンサーピルスナーです。おー、飲みやすい。時刻はね、まだまだ5時半ぐらいですけど、こっちはね、もう3時ぐらいからね、暗くなるんで、夜のイメージになりますけどね。ちょっとビール一杯かけたら夜の街を散策したいと思います。うわ、やべ、うわー、石畳がいいね。石畳あ、散歩してます。表示ではね、1度とかで書いてありますけど、全然ね、そんな体感は、ないです。あそこね、上にこう上がっていってますけど、あそこがね、ケーブルカーみたいな感じで上に上がっていけるのでね、明日はあそこからの眺めを楽しんでみたいと、思います。うわ、こっちはね、結構アウトドア用品がね、やっぱアウトドア、ダウンとかね、こっちのオリジナルのブランドがありそうだね。ちょっと明日、やばポーラ、明日ね、ちょっとショッピングもね、楽しみたいと思います。とりあえずノルウェーさんのワインで乾杯。うまい、甘い。何スープだったかもよく分かってない。フィッシュ。
はい、泊まっているマジックホテルからちょっとね散策に行きたいと思います。ここはね、まあ、あの第二の、都市です。ベルゲンというところでね、結構ねここは、都会ですね、都会、見たことない、ね、アウトドアメーカーノロー、オーにね、オーにこの N、 あ違う、オーにね、あのバッテンが入ってる字が、こっちのね言葉でよくなんか見受けられます。ここはねピークパフォーマンス、アウトドア系がね結構多いですね。アウトドア系は結構です。ロレックス、石畳でね、向こうには雪山が見えてて、こうやってね雪が、日本とね違う雰囲気があるね。日本は石畳あんまないもんな。こういう方にね、方にバッテンのマークがあります。ノルウェー語なんか全然ねわからないですよね、喋ってるやつは。だからドイツ語とかちょっとそっちにね似てるイメージがあります。うわー、これはいい、これはいい。ブリッゲン地区です。おー、遠くから見たよりもこれ、間近で見るとめちゃくちゃ雰囲気があるね。1904年って書いてあるね、1904年、港町でね栄えたらしいです。あそこがねよく見えるところだね。あとねちょっと面白いのが、皆さんね見てください。日がね今もうね何時だ、ちょっと時間チェックしましょう。時間は何時かというと、ピラッ、もうねお昼の12時半なんだよね。お昼の12時半でやっと日が出てきた、すごくない？今だよ、ずっと暗かったもんね。今12時、お昼の12時半でやっと山から光がやっと出てきました。まあ、こっちはね夏の間は白夜があるぐらいなので、まあ相当、緯度か、あ経度か、あどっちだこっちがね高い関係で白夜がねあるそうです。あとその反対のね白夜じゃなくて、なんだかな、ずっとね暗い時もねある、そうですね。いやこれもね全然違うよな、見てこれ。でもう3時とか、3時半ぐらいにはね暗くなるので、お昼がね3時間半ぐらいしかないんじゃないかな。めちゃくちゃ違うよねうわー最高だね。うわー太陽がねなかなか浴びれないから、なんかレアだよね、レア。時間は、12時50分、あの時計はね正確に合ってます。うわーちょっと行ってみましょうか。キコリがいるわ、キコリ。
プロールブリッケンって書いてあります。おお、こうやってこっから入れるんか。ちょっと侵入してみました。面白いね。どの国もやっぱおもろいわな。ビルでかすぎうわー面白いです。いろんなねショップが、あります。おー中もねこうやっていろんな、ショップが、あります。ノーレフラッグ。最高じゃね。どこ撮っても絵になるよねこれ。わあ、やばすぎる。いやいや。おお、ここが、ケーブルカーの出発地点だと思われます。たまたまで来ました。よし、ここで買いましょうか。片道切符をね、片道とりあえず買いました。帰りはね、歩いて帰ろうかなということで。うわ、楽しみだね。それでは入りましょう。着きました。わー、これはワオだね。やーべ、これはすげーぞ。これ想像以上です。うわー、やーば。うわー、アメイジング。わあ、来てよかった。あ、嬉しい、嬉しい。南極まで16,700メートル。幼稚園だね、おそらく。うわ、こんなとこに、今ね、こっからね、歩いて帰ることにしました。行きはね、まあ、ケーブルカーっていうのかな、1800円ぐらいする感じでね、往復買おうかなと思ったけど、運動不足もあるし、歩けるとちょっと聞いたんでね、帰りは歩くことに決めました。4キロぐらいあります。でもね、ちょうどね、登山っぽい格好してるし、運動不足もあるんでね、楽しく景観を楽しみながら、ヘルシーにね行きたいと思います。ここはね、なんかねスポーツフィールドって書いてありますね。
おお、これはスケートリンクかのような真っ白でこれすげえな。まあ普通はね、こっちはね、夏は夏で緑がね息吹いてて、こう全然違う景色みたいですけどね。これはもうスケートリンクにしか、見えません。皆さんね、今でもあそこでもね歩いてるし、前からもね歩いてきたり、結構ね登山っていうか散歩してる人多いね。こっちの方向に帰ります。おお、北欧の住宅だな、これまさしく。街中じゃね、逆にあんまり見えない景色だね。うわー、いいね。なかなかね、なかなかね、観光地というか街中だったらねそんな見えないからね。これはなんか普段のね生活が垣間見れる感じだよね。木でできてるね、基本的に。こんな、寒いのにね。あ、クリスマスのツリーとかね、あのリングみたいなやつがね飾ってあります。さすが。あそこがあれだね、ケーブルカーが上がっていくとこで。高級住宅街だな、これは明らかに。スラローム、もう一個面白いポイント発見。うわー、これはすごいぞ。リアル、リアルナチュラルアイススケートリンクかもしれない。うわー、すげー。わー、スケートリンク、すげえ。すげえ。おもろすぎる、おもろすぎるやろこのシチュエーション。そしてこっちはね、沈む、上がらない太陽が、うわー、最高だね。これは最高です。うわこれでいけるんちゃう。行ってみましょうか。よしじゃあやったぜ。やりました、これをやりました。結構ね、このお尻が冷たいです。どんなの。マクドナルド、マクドナルドもおしゃれ。あ、この辺もいいね。あそこはケーブルカーのねスターティングポイントですね。あ、帰ってきたぜ。ちなみにね、こっちによくあるセブンイレブン、行ってきましたけど、お酒あるかなと思ったけど、こっちはねお酒が、なかったです。これはちょっとヨーロッパ全般に言えるのかな、わからないけど、教えてください皆さんコメントで。僕のホテルはねあそこなんで戻ります。お尻が冷たい。はい、今宵はお部屋で食べることに、しました。なんか、ね、疲れもあってか、ちょっとね昼、お昼飲んだビールもね残ってますけど、これを見ながら、これはねスーパーで買ってきました。お酒のね正体が分かりました。平日はね8時まで、で土日はね6時半までしか売ってくれないそうです。そういうねルールがあります。この何て言うかな、サモスビーペアですね。これなしかな。いただきましょう。スパークリングサイダー、アルコール 4.5%。うん、これは結構うまいです。そしてスシロール、どうでしょうね、本場のサーモンが入ってる寿司。うん、絶対うまいはず。あとね、こっちでも一緒だね、この醤油くんが。ちょっと太めですけど同じだよね。これ日本のアイディアなのかな。サーモンくんをいただきたいと思います。ちょんちょん。うーん、うまか。エクセレント。
うん、ライム。そしてこっちの定番、キャンサー、ピルスナー。で、お水300円ぐらい。こんな感じで、今日はお部屋でゆっくりしたいと思います。はい、ただいまチェックアウトして駅に向かっております。おー、さすがにね、なんか200するとね、馴染みが出てきて、チリ感とかね、いろいろ分かってきた中で、なんかね、なんか寂しくなるんだよね。なんか一泊くらいとね、さっさっといった感じだけど、200いるとちょっと馴染みがきます。今日はね、今からベルゲン鉄道というのがね、結構有名なんですよね。ただ、僕の旅はね、いつも行き当たりばったり旅なので予定を、決めてません。これがね、あだとなります。まあ、名物というかね、ベルゲン鉄道は予約が取れませんでしたので、代替の電車かなバスかな、ちょっとよくわかんないけど、それで、行きたいと思います。果たしてね、たどり着くのかな。そこまで行って、そこからまたバス乗り換えて、でそこからフィヨルドクルーズに、乗るというね、本当に予約できてるかね、ちょっとよく分かりませんけど、それはね、僕の行き当たりばったり旅の、デメリットです。でそこからもね、その後、そこで泊まるかオスロまで帰るかね、何も決めてません。結構ね、ハードな道のりですけど、それも楽しみたいと思います。はい、ベンゲル中央駅に、来ました。おしゃれなデザインです。ただ、時間がこれね、これになります。リプレイスメントバスなので、電車がないので、代替バスということです。こうだよね、レリプレスメントバス、これか、これだね。よし、バス着きました。1時間ぐらいのバスで、こっからこの電車に乗ります。いいね。ああ、綺麗。綺麗。うわあ、やばいな。うわあ、綺麗すぎる。For your information, it's free seating on board the train, so we are welcome you to just find your seat. Repeating, very welcome aboard this train to Moss and Myrdal. よっしゃー、着いたー。ミュールダール、おー、みんな来てる。うわー、ボスに着きました。なんだあれは、スキー場。よし、こっちだね、間違いない。ボスに来てます。 VOSS。 寒い。綺麗。ああ、凍ってるね。マイナスね、8度ぐらいかな。ああ、でも綺麗ね。もう、そこにはね、ゴンドラがあって、スキーができるのかな。あそこがいて、こっち行くのかな。ああ、やばい。バスが来てる。バスが来てる。行くぞー。よし、あそこー。
楽しんでいただけましたでしょうか。これから先もね、49歳ルイフ、世界を飛び回って世界の素晴らしさをお伝えしていきたいと思いますんで、どうぞ応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いします。ルイフでした。